阿比駅は兵庫県火西市阿比町町麻堂の前に所在する北上鉄道北上線の駅。ボランティア駅長により毎月第に第4月曜日に霧江教室体験員阿比駅が開催されている。短式ホーム一面一線を有する地上駅。ホームは線路の北側に置かれている。現役者は2013年2月19日に再建されたものである。 道路からの段差はない。駅前には、胃腸の大木があり、火災市のふるさとの木に指定されていることを示す札が掲げられている。また、駅の北側、田原方に、列車転覆事故順覧の地位渋みが混流されている。駅の田原方には、あびき台四、踏切があり、駅の南側に抜けることも可能である。旧駅舎は1984年6月放課により、 消失したが、前期の通り、2013年2月19日に再建された。駅周辺は、リマ中央自転車道中間点休憩所として、最新式多目的トイレ、駐車場、駐輪場、花壇が整備され、地域住民との交流を広げる、憩いの場としても活用されている。平日は1日22本、と休日は17本である。 2020年8月までは、曜日を問わず日中時間帯は、毎時1本の1日17本だった。加古川の支流である下里川と万願寺川が、駅南方で合流する。河西南産業団地の最寄り駅。起点の隣駅、青駅とは 3.5km あり、北上線で、最も駅間が長い。ありがとうございます。